はい、じゃあランバットの方やっていきます。あ、エントリーまだの方はもういないかな。今日はちょっと多いですね。今ちょっとエントリー漏れがないか長州さんがチェック、長州チェックが入ってます。多分大丈夫かな、もうぼちぼちと思います。じゃあ今日は第1週なので、2 on 2または3 on 3とか4 on 4とかね、そんな感じになると思います。はい、じゃあとりあえず、私が入って20人ですね、今日は20人、久々っすね、20人行ったの。いや、今日ヒデいないの残念ですね。今日も分からせようと思ったんですが、さあ、じゃあどうしようかな、今日は20人、20か。じゃあ5 on 5にしますか、4チーム、ね、特に希望がなければ
そうしちゃいます。火でビビって逃げちゃった。可能性ありますね。ちょっとトラウマを植え付けちゃいましたかね。じゃあ今日は 5-on-5 4チームでトーナメントでやりましょうかね。抽選はランダムでいいかな。これだけいると。じゃあ恨みっこなしのランダム抽選でチーム決定します。
はい、じゃあ、チーム決まりました。はい、じゃあちょっと読み上げていきますね。はい、 A チームが、長州、破天荒、周、クレジン、ハゲ、これが A チームです。で、 B チームが、山本、ネロ、カワシム、機械、アゼ、これが B チームです。で、 C チームロード、ウネ、セオ、お茶丸、闘魂、これが C チームで、 D チーム、皇帝、トモザ、中島、キナコング太郎、バイパー、これが D チームですね。まあ、まあまあいいばらけ方したんじゃないですかね。うん、
さあじゃあ、配信台ラストでお願いしますね、モニターの下の筐体です。いや、ファイブオン、今日はトーナメントなんですけど、まあ一応じゃあ3位決定戦もやりましょう。そうすればね、みんな最低でも2回はプレイできるということでね。はい、じゃあ今日はシンプルです。じゃあ A チーム対 B チームからですね。はい、長州破天荒シュークレジンハゲチームと山本ネロカワシム機械アゼチームですよ。皆さんもう大会の時間ですよ。やりますせ、もう始まってますよ。まあ、ちょっとハゲのところは途中で誰か来たら入れ替わるかもしれませんね。じゃあ先方だけ申告してもらって、あとはまあ自由でいいですかね。じゃあ代表者同士のまあコンパネ選択のじゃんけんやってもらいましょうか。じゃあ A チーム B チーム、さあ川島さんと破天荒さんが、2P、 じゃあ B チームの方が 2P ですね。さあ A チーム一応私が入ってんので、まあどこでもいいっす、適当で使い捨ててください。キャラは自由です。あ、僕ですか、どうしようかな。バルログかダルシムかエッサガカフェイロンダルシムじゃないですかね。相手キャラを見ると、あ、ガイルがいるんならダルシムですかね。じゃあダルシムでああ、まあそれでもいいですね。じゃあバルログ、その時によって、そう、まあキャラ自由なので、うん、その時によって気分でじゃあ先方だけちょっと、申告、あ、でも俺出てる、ちょっと中立、じゃあロード君にちょっと申告申告してください。はい長州破天荒シュークレジンハゲと山本ネロカワシム機械アゼ、
いいんですよ、チュンリー5人とか。先方申告してください。キャラ自由。先方。じゃあついてください。あー、じゃんけん、じゃんけん、あ、終わってる。じゃあどうぞ。席ついてください。さあカメラがないけど牽制が始まっている。誰が座るんだ誰が座るんだ牽制が始まってるぞ。もう申告終わってますからね僕にあれあれあれ、誰だベガ選んだ人ということで、おっと、バルログが、バイソンが、お、バイソン、お、お、バイソン。さあ先方 1P クレジンダルシム、 2P 山本バイソン。なんかあの山本さんは師匠がバイソンだったらしいですよ。画面端、さあダルシム側、いや通していくか。さあここから離したい、近づかせたら、おお、どうしたあれヘッドが出ないかな。さあ近づかせたくないけどダルシムは前へ歩く。こかしてこかしてピヨッタ、だいぶ遅かったけど出るのだいぶ遅かったけどさあ距離を取る、飛び込んで、さあ見事ガード掴み返して、下段下段、さあスパコンがあるのでこの後終わるか。ヘッド出した、削れないが、あーガードから、さあ山本バイソン一勝。さあ残るは、さあ誰が出る、長州、破天荒、州、ハゲのどなたか。さあハゲさんが席に着いた。選ぶキャラは山本さん、覗いてます、向かい側を覗いてます。バルログ、ハゲバルログ。さあ果たして山本バイソン対処法を知ってるのか。投げて画面端、トン、おっと返せる、相打ち、おっとヘッド出るぞ、おヘッド出る。さあスパコン止まった、もう
冷静。さあ気づけば画面端、体力は半分ない。テラー返してバルセロナアスカス、さあループか、あーい裏だったかな今のは。さあ愛にバルセロナはさせない。さあ体力減るの早いなこれ。もうない、取るか、空対空投げて、あるぞあるぞ、冷静になれるか、空対空。さあ山本バイソン二立て、破天荒衆クレイ、長州破天荒衆さん、さあ破天荒流、安易に飛んでいくが、昇竜返して、だがバイソンは溜まってる、危ない。さあ画面端冷静に対処され、あー飛んでる。山本バイソン3立てか、ヘッド掴んで通す、もう一回、もうない。さあどうする、なんとかしたい、小木攻め打っちゃった。さあスパコアで危ない、いやこれはあーがー出ちゃった。山本バイソン3立て、まさかまさかの。さあ長州剣剣剣2人、まあ剣だったら、まあ、バイソンまあ難しいですよね。な掴み返してゲダン、つながらないが状況はバイソン優勢、こかして掴み、さあ通していく、さすがにというところ。いや先ほどから飛び込みから3段がつながらないか、掴んで どちらも掴みたくを持っているので、それをうまく使いたいが、それが裏をかく行動になってしまう。さあここから波動危ない、おお今のは確定ですかね。さあ山本バイソン3人を倒して対陣と、さあネロカワシム機械あぜ、さあネロガイルが席に着く。まあケンガイル、ここはもうどれだけソニックを出せるか、これにかかってくる。さあ掴んで内返す、さあ画面端、さあガイルはこっから逃げるか攻めるか、距離を離す選択、飛び込んで、さあ昇竜が取ってしまう、これはもうしょうがないですね。先ほどの昇竜が取ってしまうと
飛んでしまった。さあリフトが出なかった。コアコア昇竜、サソニックを出したい。いや絶妙な波動、前そば、さあ待ってる。あここはもうしょうがないですね。波動のやっぱり打ち方がうまい。さあハワシム機械やぜ、3対2ですかね今ね。さあガイル、ガイルが続く。アゼガイル、待ってる。ソニック、リフト、さあ画面端、ここのこの距離のガイルは強い。投げ返し、掴みから裏回って、さあ必然的に画面端に回ってしまった。 X 剣のきついところ、リフト裏回ったが投げ返し、中足で引っ掛けていくが、おお、ここで歩いて投げてる。さあ残るはシュウさんのみ。さあケント、ガイルガイル、ケンケントつながっていく。ナイスそば、ここでね前半ガイルが押していくとかなり剣はきついんですけども、待ってる。波動、ソニックで相殺してるうちは何も起こらない。前そば、さあ裏剣入る、避けたがリフト、トップスピン、サンダーが入って勝利が出ない。投げ返して、さあ画面端が近い、飛ぶがまた投げ返される。さあ前飛びあるぞ、ゼロドット確定、ガードで確定ですね。お取る、待ってたが取った、ピオル。さあかわしむ機械、どっちだどっちだ。さあガイル3連チャンを避けて、ザンギじゃねえのかよザンギじゃねえのかよと、ここはもう遠慮しない川島さん。さあこれ対抗できちゃう、ダルシムはもう安定行動に来ちゃうかな、こうなっちゃうと。頑張って前歩く、進める、削って、ここが難しい。いやーきつい、いやーきつい、繰り返せるのか、当てて逃げる。さあダルシムの画面端、飛んで中足大パン、いやーこれは厳しい。ということで勝利したのが B チーム、山本ネロ川島機械アゼチーム。
おめでとうございますと。はい、じゃあ次は C 対 D、 C チームロードウネセオお茶丸闘魂、これはエッサガガエルチュンリーバルログチュンリーですね。で、対して D チーム、コテ、コテサガットトモザベガ中島ガエルキナコングバルログバイパー、ホークですね。まあキャラだけ見るとやっぱり C チームの方がちょっと上かなと。エッサガチュンニーチュンニーバルログって結構えぐいですね。じゃあ、 代表者でじゃんけんしてコンパネ決めてください。で、先方だけ申告になります。で、私のところに申告をお願いします。さあ、これは C チームは誰が先方で来るのかな。 D チームもキャラだけ見るとちょっとサガットが使いづらいのでサガット先方になっちゃうのかなっていう感じはしますけど。あと、コンパネは決まりました。あ、さあ今コーテーとキナコングさんがじゃんけんして、じゃあ、もうチーム、C チームが 2P 側、D チームが 1P 側のようですね。じゃあ、先方決まりましたら、ちょっとお手数ですが、こちらのカウンターまで来て申告お願いします。はい、じゃあ、工程チーム、先方。はい、じゃあ、はい、じゃあ先方決まりましたので試合始めちゃってください。先方は、1P 側 D チームキナコングバルログと、C チーム先方お茶丸バルログ。おっと、先方からバルログ同士の対決となりましたね。じゃあラウンド1、さあお互いハイクローから始まる。ハイクローをテラで返してゴロゴロと転がって削っていく。もう一回ハイクロー、これで結構削りましたね。さあスライディングで対空して、おお、もう一回ハイクロー対空、うまい。これはさあ裏回って削っていく、削って与えてましたね。今のはテラーの失敗ですかね。さあ一般模様は、キナコングバルログ、さあ飛び込んでいくのはお茶丸。さあ飛ぶところにスカイハイクローがさっきからうまく入ってますね。計さあこれでゴロゴロ削ってスカイハイクロー反対行く、もう一回ハイクロー、ハイクロー、あー爪が取れてしまったのはお邪魔る。さあこのハイクローは痛い。さあどうする、もう一回ハイクロー、勝ったのはキナコング、完全なるファイナルファイトでしたね。さてこれで C チームはバルログ相手にかぶせるキャラはいないというか、まあいけるキャラはやっぱり普通に考えたらエッサガーよりかはやっぱチュンリーじゃないですかね。おっと、ただここで出てくるのはロードエッサガさあ、スライディングから転がってハイクロー。おっと、今のハイクローはエッサガだったらおそらく強グランドタイガーでお釣りは入りそうな気がしますが、さあハイクローが使って投げる、画面端を背負ったのはバルログ、これアッパーカート出ない、アッパーカート当ててヘル、これスカル、さあ削っていく。ヘナコングさんは積極的にハイクローを使ってきますね。さあここは裏回ってガード、あーここはタイミング悪く
ブランド隊が打ったところにスパコンが入る。1本目はキナコング、2本目青対決ですね。アッパーカットを潰していく。さあ反対回って相打ち、これはバルの方が美味しいか、テラは出ない。ここアッパーカットで落としていくぞ。いやー投げは安かったか、ただまあ OK でしょう。さあ先ほどから飛びが入りますね。あーっとアッパーカット行く前に投げてしまって、キナコング2連勝。おっとこれはあれですね、 C チームはどうやらウネガエルが出てきそうな雰囲気。おそらくこれは経験値を考慮しての、後ろにトーコンさんとスオチュンリーを後ろに残していく作戦ですね。さあウネガエル、今日は赤ガエルですね、白じゃないですね。さあバルセロナの着地にソニックを合わせていく。スライディング焦がして削ってハイクロー、それもハイクローもガード。おっと今日が入って、おっと投げる、ゴロゴロと最後の爪が減るんです。1本目はキナコング、これはガエルすごい難しいですもんね。相打ち飛んでいく、おーっとすでここでスパコン入れて、さあ一気に体力持っていく、そして削っていく、ハイクロー、ここまでキナコングいい流れですね。さあハイクローは受け身がない、投げて上り大パンチ、あー2段しか入んない、サマーは入んなくて、あーここでハイクロー、勝ったのはキナコング3連勝。ハイクローが入りまくってますね。っていうかあの技ほんと速すぎて超汚い、なんだあの速さ。さあ先に出てくるのはトーゴンチュンリー。さあここで経験の差を見せれるか。さあ裏回ったところに投げて、ここは天章でお返し、背中蹴りから、さあガード方向わからないぞ、背中蹴りがどんどん入る。さあガード方向どっちだ、ここガード、さあ投げは中詰めで拒否して相打ち、ここはガード、さあハイクローを使いすぎたか、ここはテンションしっかり1本目は闘魂、こういうところはさすがにあの対空しっかりしてますね、さすがですね。やっぱりああやって上をいかに通さないかもやっぱり相当重要になってくるので、落とすところはちゃんと落とすっていうのは本当に重要ですし、ダウンを取るとやはりターンが回ってくるので、対空は非常にやはりこのゲームは重要だと思います。上りショーパンチはナイス対空だったが、ここはキナコングがうまく投げ返す。さあ対空うまい、さあ背中蹴りをガードさせて投げますよね、勝ったのはトーコン、ここはもう貫禄の勝利ですね。さあこれで D チーム、ただキナコング3立てはかなり仕事しましたね。さあ出てくるのはここもキャラかぶせというよりちょっと人の経験値で、まあちょっと経験値が少ない、高低サガットですね。さあチュンリン戦はこれは結構下がった、相当難しい。さあかけりはガード、さあナイスダイスタイク、これは一般的にはチュンリン相当有利と言われます。ガードと、おー背中蹴りをパカッと落とす、うまい。さあこれでゲージ溜まったので、なかなかサガットもこれはグランドタイガー打ちづらくなりますね。さあダイスタイクうまい。さあ残りゼロドット、トーコンどうした、ここはさすがに取り返すのは厳しい、あーって打ってしまった、ただ安い、しゃがみ中足一発、ただまだ分かんないぞ、相打ち OK、 1本目は高低サガット、今のはよくタイガ、今のあれですね、アッパーカード打ちましたね。あれでひよっちゃうとあれなんですが、さあピオリーチピヨって、ああこれは痛い三段。さあもう体力あっという間にもう9割9分取ってきましたね。もうあこれは飛び込んでからしゃがみ中だし、
さあ2本目は闘魂ジュンに、これはもうキャラ差ですね。はい、開幕は気候から始まる。チュンリーとしてはやっぱり先にゲージを貯めておきたいところですが、さあどうする。皇帝も積極的にタイガーショット打ってくぞ。さあ今のアッパーカットは、ね、チュンリーの垂直ダイパンには勝てないんです。真下に来ないとあれなんですよね。あれが大キックだと一応サカットも勝てるんですが、これはよくアッパーカット打たなかったですね。よく距離を見てます。さあ飛び込んでいく。さあ中足入って、さあゲージ2本目溜まったな、チュンリー。さあもうあとはクルージングでいいのではないでしょうか。さあここはこう、こうってちょっと難しいかな。さあこれは確定。闘魂チュンリーやはりよく見てましたね。さあ闘魂チュンリー似たてで、さあ D チーム出てくるのは、残ってるのは友座、中島、バイパー。クレジット緑ボタンですね。どうやら出てくるのは中島ガイルですね。これはお互いの腕の見せ所と言っていいでしょう。チュンリーガイル。さあ開幕は玉の打ち合い。さあソニックとスタブで画面端どんどんチュンリーを押していく。飛びが入って画面端を背負ってるのはチュンリー。さあくぐってからアッパータイクがうまい。さあ飛び込んで投げにはいかない、しゃがみチューパン、ゲンキック、踏みつけで、おーっとこれ体力まだ残ってる。さあここでくぐって冷静にショーパンチタイク、あの肘鉄減るんですね。さあ1本目は闘魂チュンリー、まあ、冷静にあれですね、踏み込む、反対側に行って引いてうまく落としましたね。さあこれは相打ち。さあ飛び込む前にすでに上り台キックを用意していたガエル。さあ2本目は中島ガエル圧倒。まあやはりチュンリーにがちょっとキャラ差合うとは思うんですが、やはり画面端を背負うとチュンリーでもちょっときついですね。さあチュンリーはゲージ溜めてますね。もうあとゲージ溜まった、中盤から投げて中足で帰る拒否。さあ体力勝ってるのはチュンリー。さあ裏剣うまい。さあこれは投稿焦ったか。さあ暗い投げ、しゃがみアッパーで落として、さあ体力はほぼ五分。さあこれはチュンリーはもう一本溜めたいところ。あー着地に歩いて投げて勝ったのは闘魂、三立て。さあお互い副賞ですね。ここで出てくるのがトモザベガ。さあトモザベガはチュンリー戦に非常に自信があると。さあ開幕ダブル2位を百列で拒否して先手取ったのは闘魂。さあヘッドプレス大足。さあ百列が入ってここで体力逆転。おっと三角飛び、おーっと中足でうまい。これどうする。さあ残りゼロドット、どうする。これは難しい局面、お互い削りけんない。さあしゃがんで、おーいこれはヘッドプレスを見てからバックチューパン。1本目は投稿冷戦でしたね。さあ着地にダブル2で削って、背中切りと中盤相打ち。さあダブル2をカウンター出てて、めくり中キックから投げて受け身がない。さあデビルリバースは落として、さあゲージため、あーここでなぜか闘魂当たらない位置でのゲンキック、そこを友田がスパコンで当ててく。さあ3本目、さあ詳細このところまた100列で迎撃。ここは我慢して、さあ上り中小キックのところ、友田が上り中パンキ中キック中パンチですね、で返して、さあゲージを貯めたか。さあおっとくぐったところの対空は当たらず大キック。さあお互いちょっとリードしてるのは闘魂だが、くぐって小キック小パンチで、で受け身がない。さあどうする。さあこれはあー
勝ったのはトモザ。着した瞬間にダブル2を当てて、ジャンプしようとしたところにダブル2当たりましたね。そこで最後はサイコクラッシュで削る。やはりチュンニー戦はうまい。そして C チーム先に大将を引き出されたのはセオ。さあこれは相打ちで、さあ百列に大キックが当てて、ゲンキックにサイコクラッシュ。トモザベガはチュンリーの攻撃をよく、そう、ここでホーバー。その選択肢は熱いですね。さすがの瀬尾もちょっとびっくりしたが、1本目はトモザでリーチ。ちょ、投げる受け身ないぞ。あー、これはピオラないが、さあゲーダン勝ったのはトモザ。吠える、さすがの順位戦でしたね。うますぎ。これどうします？3位決定戦先にやります？じゃあ今ちょっと B と D チームが決勝残ったので、先に、A チームと C チームで、まあ、4チームしかないんですが3位決定戦を置きたいと思いますので、A チームと C チームもまたちょっとお願いします。フランス人プレイヤーはいません。ここにいるのは全員日本人でございます。だって喋る人がいないので、とりあえず自分の出番が出てくるまでちょっと私が喋りたいと思います。もうA チームは先方決まってるので、もうここでクレジンさんです。これはダルシムです。先方あコテ君喋る？あじゃあマイク入れていいよ。ああマイク入ってる。はい、じゃあコテ君よろしくお願いします。よろしくお願いします。かける5、かける5はですね、とりあえず来月のもう1ヶ月切ってますね。ロード君、はい、じゃあ先方は、ロード君の S 姿とクレジンさんのダルシムです。じゃあもう席座って始めちゃってください。かけるごい。さあ、これ S 型対ダルシム。これどう思います小手くん。え、パンツの色でだいぶ決まっちゃいますけど。さあ、赤パンならきついですけどね。青だとどうなんですか。青結構いい勝負だと思いますよ。あ、そうですか。うん、じゃあ僕も青パンにしたいな。いや、これ正直ダルシム側が S 型選手らないと相当きついと思います。あ、上タイガー。ダルシムって唯一 S 型に弾で打ち合えるんですよ。あー、なるほどなるほど。ヨガフレーム打ってもヨガフレームって弾総裁した瞬間にもう次のすぐ弾打てるんで、はいはい、それが優秀なんですよね。あーなるほど、まあ、タイガー2が、あー飛んでしまったか。あーピオリチ、ピオリチガードですね。さあガードして、さあダルシム側もここはやっぱ弾の打ち合いしたいところ。ドリル、スラスラスラ、あーだが転んでしまって、上タイガー、そう、ここはよく見てた。ドリルはアッパカで返して、取ったのは S、ロード君の S がですね。はい、次はいや、もうやっぱりハゲさんでしょう。おバログ、バログキャラは自由ですが、ラ
ここで変えてくるか。さあ悩ん、いやもうすでにキャラセレに入っている。さあここからじゃあダルシムエッサガだったら5分近いんじゃないですか。まあ若干やっぱダルシム有利だとは思うんですけど、はいはいはい、まあ、S 高よりかは全然もういけますよね。やっぱ球速いんで。おっとここでハゲさんもダルシム、あダル2戦目もダルシム。さあ最初は相打ちですね。はいドリル、ダイガーショットであっち行けあっち行けと、あーあれ間に合わないんですよ S 高は。あそこは見てからちょっと落としたかったですね。あれ間に合わないんですよね。なんであれ結構アッパーカットで落とせますし、またエッサガのアッパーカットめちゃめちゃ破壊力高いんですよ。はいはいはい。さあ大キックタイク、さあスラタイクで削れない。さあこれはショーパン大パンで1本目取ったのはハゲダルシム。さあドリルで、おーっと伸ばした手にアッパーカー、これは痛い。あれ間に合わないんですよね。ああ上でそう無理にあの結局上タイガードリルやっちゃうとああやってカウンター食らっちゃうので、はいはいはい、やっぱり球の打ち合いして、あここで伸びた手にアッパーカット、そしてバカになるところに大パンタイグ。タイガーストレート決まりました。さあ2本目はロードエスタが、はい、タイガーに受け目取った、取ったファイヤー避けて、であの対空はスライディングよりも結構あのダルシムだったら伸びる中パンチが結構有効です。あのパンチですね、あれがほぼ完全対空になります、あのサガットに対しては。あただ結構ね慣れないとねあれ出せなくて結構難しいんですよ。あすごい近い前でもあれが対空になるんで結構戸惑うんですけど、はい、あさあこれはカウンター、うまいドリルがドンピシャー、あーだから無理したら上タイガーが当たる。さあこれはいいファイヤーモードですね。とりあえずこれですね。あそう間に合わないんです S 側。さあこれ飛ばして、そうですねあれで落とす、もう一回。さあここは焦らずに行きたい。ドリル、さあここは見て減らないが、ここはスライディングタイク、落ち着いてましたねアゲさん、ナイス。さあどっちのチームだこれ。C チーム、これで、はい、2人目。さすがにダルシム相手に、おっとこれでお茶丸の、これはホンダですね。これは一応キャラかぶせになってるのかな。なってますか。一応なっている、一応なって、まあこれダルシム有利だとは思うんですけど。あさあヨガヨガして、今フレーム重ねてあっち行け、ズームパンチ、あーなんかいろいろ打ち、いろいろ打ちだが、これヨガ、これはおっと勝手取れない。さあナイスよ、うまい、ナイスオッケー、すごい連打してた。さあ冷静に対空、今の対空も冷静でした ね、 あ、 ねあのホンダのスパコンに対してはダルシムはガードした後はタッチ、うわー食らいすぎた、クラピーのピオキまでいった。スパコンのガードした後、2回目のガードした後はタッチ中キック確定するんですよ。あダルシムの伸び中キックの方ですね。あ、はいはいはい、ただちょっとハゲさんのボタン押すの遅かったようですね。あーなるほど。あーふわふわしたところにどっちかに刺さって、さあ張り手が減る、あーワープワープして、さあ減ってのっか、これはスパコン、お茶丸が勢いで押していく、勝ったのお茶丸。さあここで当然のように出てくるのが破天荒龍、破天荒さんですね。さあいつものダッシュから、ダッシュからですね、ダッシュからですね、これは終盤ですね。さあ開幕は波動、さあ波動を垂直で避けて、あっと台足が空振って、そうですね、あそこは龍側はやっぱちょっと前に出て台足なんですよね、対空するときは。さあ昇竜拳は使って、そこからショーパン打つを、さあ投げ返す、投げ返した、あーこれは打点がいいか、あーと打点が高かった、派手に投げ返しましたね。あそこ打点高いと龍は次の技繋がんないんで、あだからもうちょっと落ち着いて打点を低く当ててから3段ですね。はいはいはい、あーっとショーがかかって燃えている、どすこい、おっ
じゃあ安いがまあけどまあいいでしょう。リード取って、ああ勝負権が。さあ安いが。さあどうする。わ減った。どうする。残り2ドット0ドットスーパーコーン。勝ったな、お茶丸。煮立て、そして破天荒さん、がっかり。本当に負けちゃったと。まあ、しょうがないですね。今、お茶丸くんに勢いがあったんで。さあ、A チーム、副将は、長州剣、はい。ここは勝ちたいところだが、さあ、昇竜が出ない。さあ、破天荒飛ばれて、大パンチで、あっちにいて。結構、ホンダって、あの龍拳に飛ぶポイントがちょっとあったりして、はいはい、ああやって派手手をガードさせた後って結構龍拳って波動拳打ちたくなるんですよ。そこに対して結構ホンダが飛んでくるんですね。そこが結構ホンダ飛びポイントじゃないですけど、まあ、結構あるあるですね。龍拳が張り手をガードした後に波動打ちたくなるのを読んで飛ぶのは全然ホンダがありだと思います。あれ結構ねお互い迷うところなんですよ。波動を打つか打たないか、そしてホンダ飛ぶか飛ばないかっていう。さあアントリ失敗、リバーショールで返して、あーガードしてしまった。ガードしてしまったか。さあなぜかショーキック大パン繋がらない。あまあ勝ったのは長州。さあこれで A チームは先に出てくるのはウネガイルですね。あウネ君のガイル、ウネガイル転戦は、まあ、やってるだろうな。だから道着があまり得意ではないと。あ、本人言ってました。なんか言って、ま、なんか言ったりしてた気がする。さあここは波動拳総裁してからカウンターの裏拳。まあ裏拳は我慢が必要なんですよ正直。はいはいはい。我慢できなくてひよって飛んで落とされて死ぬっていうパターンをよく見るので、はいはいはい、ああいう風にやっぱりナイス飛び。今ね、いい飛び。今いい飛びですね。勝ちに急ぎすぎて焦って飛んでとか、まず投げに来て死ぬっていうのが結構あるんで、はいはいはい、あとはもうこの時間を使い切って下がればいいんですよね。ああそうですね。おー繋がらない。さあ冷静に水上ダイパーソニック重ねて、おー昇竜を今な一旦前行って昇竜を誘ってから下がって、そして前そば、いい釣りでしたね。ここは待って様。さあ N ソバットからソニック、ソニック、ソニック打ち返して、そうですね、もう基本的にあんな感じでいいと思います。あ、ね、剣にそう、剣が結構バンバン波動打たなきゃいけないんで、そこで飛んでくるのもありですし、はい、早出し大パンの対空もすごい嫌らしいので、あやっぱ剣側としてはすごい嫌ですね。もう盤石ですね。余計なことしなければ OK。あーこれちょっとこういう球に引っかかることがちょっと、いや別に全然もう体力あるんであんなの球一発食らっても全然いいと思います正直。ダウンさえしなければ。そうですね。さあここで勝ったのはウネガエル。じゃあ俺大将ですね、行ってきます。いってらっしゃいませ。さあ一人ぼっちになってしまいました。実況が務まる感じはしませんが、あーロードさんが助けに来てくれましたね。実況してくれって言われた。ちょっと青パンに助けてもらうのはちょっと。さあ さあ始まった。 X ガイル、さっきこれはもうソニック本当打てるかどうかですね。でガイルが画面押し詰めた時に返されちゃった。これ返されないようにするのがガイルの仕事なんだが、さあソニックに魂を込めて連打していかないと、まあ、それに負けじと波動拳、はい、これね、知らぬ間に剣が近づいてくるんで、そこに裏剣をピシピシと当てて、あ大足が入ってダウンは取った。ダウンは取って、あ歩く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 、あー情熱の大陸に、あだがここで投げ返し。さあ状況は五分だが距離感はいい。そしてガイルグリードが、おお刺した。ガイルが切り裂かれた大足に。あれはなかなか出せない。さあラウンド2、開幕はさすまきをきっちり見て、あ、なんかしなんかジャックパン。ソニック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 、そう、これができないと牽制は厳しい。さあソニック打ちながら、はい、飛んでダメージを稼いだ。さあリード取ったので、お、きっちり台足に差し返して、あまり攻めなくてもいい。ユラケンできっちり釣り、これがガイルの強いところ。
あガイルこれが竜になると真空があるんで話は変わってくるんですが、剣だと飛び込まれない限りは相当安定。さあこのリードを守る時がわりかし緊張するが、画面端一世一代の大チャンスに、あ昇竜剣出しちゃった。これはあ壊しレッパー。さあ男のロマンガイルを殺す、男のロマンでガイルを殺した。さあチュンチュン逆セオチュンリどこそビビってんぞとさっきと順番が逆だ先にセオさんのチュンリーが波動拳と気候が相打ち、これ垂直で避けて、さあ間合いは剣側が押しているが、剣が頑張って波動を打つんだが、波動が引っかかって、そうなんですよ、ダイヤシがぶち込む、打ち合えるんで、きっちり戦列をガードして、前に歩きながらきっちりガード、さあ飛んで気候ガードをして、だが負けじと気候を打つ、だがチュンリー様、チュンリー様きっちり画面端から脱出した、だが昇竜拳負けじとラインを避けさせない、くぐらいから。前列が対空がガードされた、きっちり冷静に波動拳対空だったが踏みつけが当たってしまった。解説の人詳しいなって出るけど、今ちょっと全然詳しくない人になってしまったんで、全然何が確定とか全然わかんないですからさあ状況説明しかない、もう中足強いんじゃねみたいなねあ確かに間違って強い、いや間違ってはないから、そこら辺は自信持った方がいいかもしれないですさあ出る壁蹴って画面足継続。さあどうする、波動に引っかかってしまって状況が良くなってる、リードしたここで波動拳を引っ掛ける。さあ頑張って打ってチュンリーは飛ぶのを見計らいたいが、残り30秒ここでチュンリーをゲージを貯めに、チュンリーがそのスパコンが溜まった、溜まるといきなり形勢が変わる。ダイヤシーオッケーだった。さあ運命のラストラウンドを気候で、最初は気候で打ち合う、だんだんチュンリー側にラインが下がっていく。さあ画面端だ、どうする、ダイヤシーをきっちり差し込んで、あ打ち、さあ歩きに波動が刺さって、ここで飛んで竜巻、いやここで中、ここで中足を選択、ダウン取って中キックで、いやーやっぱりその剣が空ぐらいしてる限りは全然状況が変わらないので、おわーこれは相打ち、弱波動だった、いい選択、弱波動だった、ゲージをしっかり見ていたか、中足、中足先に刺され、ここいやキャミーみたいな中足だったな今決勝ですね、誰が喋るのがいいんだろう、はいどうぞ。いやー惜しかったな、ちょっと悔しいですね、あの弱波動うまかったっすね。まあ基本的に剣はやっぱりどうしても波動で押さない限りは、うん、守られちゃったら最後ですね。いや別に守られてもとりあえずもう波動で押して画面端行ってそこからもう殺すっていうのはそれしかないかなっていう、さあこれで決勝ですね、A チームは、あごめんなさい、決勝は B チーム、山本、ネロ、カバシム、機械、アゼ、メインキャラは、山本さん、今日はチュンリー使ってませんが、チュンリー、ネロガエル、カワシム、ダルシム、機械ガエル、アゼガエル、そして D チーム、皇帝、友座、中島、キナコング、バイパー、キャラはサガット、ベガ、ガエル、バルログ、ホーク、まあバランス取れてますね。さっきねバイパーさん最後まで出てこなかったですからね。そうですね、バイパー温存まるでこの間のエクサみたいなね、もう最後だけ、最後だけ温存して温存して、美味しいとこ持ってくのがバイパーさんとナイフはありませんそんな甘いものはありませんさあバイパーさん、ライフあるのと、俺は出たいからライフあってもいいんじゃないかと、そんな進行を妨げるようなことはしませんとっととやりますよ。いやライフ持たせたらダメですかね。ダメですね絶対。さあ先方は決まりましたかね。もう 1P、2P は決まってると。これはトリプルガイルにどう、まあ機械さんはあのサブも使えるので、万が一
はい、じゃあコウテ君。はい、じゃあ、決まったので、お互いの先方の人は政権についてください。ワンピー側は D チーム、高低差があった先方、そして山本ののこれはの牽制が始まってるぞ。これはもう高低くんはもうこれ下がった固定ですね。おっと、さあ号泣はありませんよ。あー、チューンで画面キャラ、まあバイソンより強いはずですよね。まあ一応メインキャラですからね。さあ初戦はさあ最初歩いてからゲンキック先行取ったのはチュンリー、飛んで、あ、けど山本さん、あのタイガーのグランタイガーの避け方知ってますね。あの踏みつけやると踏みつけって着地ゼロフレなんで、あのタイガー絶対踏まないんです、あれ。なるほど、はい、あ、そういうことなんですね。はい、ただあれ真下に入れなきゃいけないので、ああ、はい、あのためは持続できないんですよ。さあ中前、これは削りけんない。さあ高低差、高低差がうまいですね。あの球を打って落とすと、まあ、サガットに中立な戦い方、チューリーの、ね、飛び方が難しいというか、そうですね、結構あのふわっとした飛び方してるので、やっぱりここはグランドタイガーとか上タイガーはやっぱりちょっと出が遅いというか見やすいので避けやすいので、チュンリーはやっぱり、あー出しちゃった。さあここですね、ゲージを貯めて戦列、これが一番いい戦いだと思います。ね、時間もまだたっぷりあるので下がって飛行でもう一回ゲージを貯めるというのが一番いいでしょうね。もう飛び込む必要はチュンリーないと思います、正直。こっからこれじっくりもゲージを一回ガードしてもいいので、そうするとゲージ溜まりますの で、とりあえず画面端に持ってくる。体育じゃない、体育は別に出なくてもまだまあまあまあ、そう全然安いですからね。あ、さあ焦ってしまった、これ、あ、今ワンチャンありましたね。まあちょっと下がったあたらあそこで逆転できるのがチュンリーに対してすごい難しいので、はい、まあ、X 下がっただと特に難しいですよね。そうなんですよ。さあ置き攻めから投げて、さあまたこの状況、さあこの画面端がつらい、前歩いてくる、そうですね、あの垂直大キックがグランタイガーだった。さあピョリッチ、さあガードする、さあこれで画面端が入れ替わったので、さあまた押し込む、そうですね、下がった、コンタバレー出しちゃった、ここでぶっぱ戦列当たったのはほぼ山本。まあ今のはしょうがないですね。さあ友澤、中島、キナコングバイパー、チュンリー相手に出てくるのは、ただその後のことも考えないとですね。そうですね、これどうやら中島ガイルですね。そうですね、山本さんを倒すとほぼガイルなので、そうですね、同キャラなら五分だと。ただこれでガイルを出すとおそらくこれもし作戦通り中島ガイルが勝った場合ですね、あのガイルに対しておそらく合わせてくるのがカワシングダルシム、そしたらそれに対してかぶせてくるのが、もしガイル負けた場合はキナコングバルロが出てくると。そうですね、そういう作戦なんでしょうね。 D チームはトリプルガイルがいいのか悪いのかと。そうですね、ただこんな機械さんが何出してくるかわからない。そう、機械さんが実はサブキャラ結構相当いろいろ使えるので、先ほど一回も出てないので情報が何もない、はい、飛び込みはさあ投げ空振って、さあピオリーチャガイルとか、これピオリー回復ですね。さあ出してしまった。さあくぐって大パン、ここからは冷静。さあ大キック、アントビから、あー、どっちにしても削れてたかな。いや削れてないですね、削れてない、ガード圏内でしたけど、多分山本さんがまた出しちゃってましたね。しかも今アントビじゃなかったので着地した後にまた出しちゃってましたね。手癖ですかね、手癖ですね。あれ冷静にチュンリーがガードしてればダブルサマーガードして、あの体力だったら歩いて投げて勝ちだったのもあるかもしれないですね。さあ 2P 側のB チームが作戦会議、誰を出すと、誰のどのキャラを出すかと。さあとりあえず座ったのは押しちゃったカワシムですね。おっと、やはりここはダルシムでかぶせる。
まあ上等手段ですね。さあここで 2P 側 B チームはこのキャラ差を生かしてやはり手堅く取っときたい。ガード間に合うんすね今のね。間に合っちゃうんですよ、うわ。さあいい飛び逃げて、さあダイエストに枝目入って、これもしひっくり返るようなことがあれば結構な大ピンチ、結構な大ピンチなんですね。さあただですね、これキャラ差があるのでなんだかんだで徐々にあのダルシムが体力勝っていくんですよ、時間が終わる頃には。いやー、これで間に合うんですよ。そこですね、やっぱりこうなんで最後の方にこれがキャラ差なんですよ。おー、当たっちゃう。さあ残り相打ち OK、 これがキャラ差というやつですね。そうですね、もうほんとキャラ差。結局飛び道具がガイルドの飛び道具があれなんですよ、ガードを間に合っちゃうんですね、ありとあらゆる行動で。うわ、飛び道具は飛び道具としてそのなしてないので全然こっちもファイヤー出す必要ないと、はい。でナルシムには完全対空があるので、しかもあの距離でファイヤー打たれてもガイルの3段なかなかもうほぼ入らないので、安いですよね。で結局ああやって遠い時から飛び入っても一発で済んじゃうので別にナルシム見たくないんですよ。ピオラス戦では、さあ残り25秒で、さあソニック当たって、これはさすがに間に合わない、攻めるしかない。さあ攻めるしかないが、どうする、どうする、残り10秒切った、 10カウント。さあここはダブル様、そうですね、この組み合わせは梅原の奇跡で見た前哨戦ですね。ブラハジガエル対ヨッシーダルシムですね、吉村ダルシム。このソニックの出来合いにこれでダルシムが伸びるジャックパンチやり中パンチがぶささって、その後当たった後にソニックのガードが間に合ってしまうのが本当辛いところ。そしておっと全然あれはダルシム別にどうでもいいですね、あれは当たったところで、はい。うなけん、さあここでドリルやってしまって、ただ投げ返し、おっと、いや冷たい、あそこで削りに行かないのは賢明な判断でしょう。おー、あーっと飛んでしまったが、一瞬今のじゃんけんはガイル勝ってましたね。あれがバックジャンプじゃなくて上り大キックだったらガイルの一方勝ちだったんですよ。なるほど、はい、下がって中パン、あの上り、あのバックジャンプ中パンチだったんで相打ちだったんですよね。あれが多分早出し上り大キックだったらガイルが一方勝ちで着地で五分で、さあどうしよ う, うあの場面でそれが出るかっていう話ですよね。なんであそこでまあカーシムが飛んでしまったのかっていうのがまず最大の疑問なんですが、まあレバー、これはかぶせるつもりでいったが、さあ裏回って分からされてる、投げる、分からされてるというか分からん殺しですね分からされないまま殺すとなんだこれ状態、はい。さあさすがに刺していく、さあかわしむ大パン、これは確定、お釣り投げて、投げて、おーどう掴む、ナイス判断、ここは投げれない、裏回っ て, てさあこの2段は痛いぞ、おさあプラス大工、さあここはスライディング、あさあ2本目はキナコンが取って五分五分、逃げて、さあバカになるが、さあこのバカは痛い、さあ掴んでから、どういる、どういる、もう一回、そして掴む、これも今分かる前に殺されたやつですね。そうですね、あれ返しづらいんですよ。まあ、昔動画で見たのが X マニア外伝で、はい、ユーベガさんがジャイダルさん相手にバルログ使ってた動画があって、はい、あのショースランの後に対して垂直ジャンプで結構バルログが避けてたんですよね。あジャンプがバルログすごい速いので、一見あれははめれる逃げれないように見えても結構あの垂直ジャンプでショースラだから投げは結構回避できるんですよ。まあ、その後のその後は結局ダルシムが中盤投げってことは
あのアッパー出ちゃうんで、はい、バルドンがジャンプした後の速い垂直のあれで、あの中詰めを出してると結構中詰め、なるほど、中詰めって当たったりするんですよね。さあうまい、ホモザベが終わっちゃう、削る。今のは着地に中足を重ねたのがもうナイス判断でしたね、素晴らしい。もうあれでしかコンボ寄らない。裏回って、さあドリル、ドリル、スライディングキャンセル、投げて、ここはどうする、削る、やられたらやり返す。さあ開幕ダブルに刺さって二択はガード、ダブル2もガードして、さあ画面端ダブル2一発だけ当たって、下がるベガ冷静、ああ踏んじゃった。さあどうする、投げない、さあこっから砂から投げて、ファイヤーファイヤーフレーム、もう一回ファイヤーする、ここは二択が全て通った。今のカーシュうまかったですね、二択が。今のはうまかったですね、あそこの二択通ったらゴールでしたね、あれはもう完全でしたね。あそこの投げると思いきやのファイヤーめちゃめちゃうまかったですね。さあ初ライフはないです、ライフはありませんよ。さあ対象バイパー、この間のエクサーでは決勝一人で勝ち進んだみたいなもんですね、全員殺しましたね。もう1回戦2回戦出る必要ないって感じでしたね、はい、さあここまでは大丈夫ですね、あれはほぼ確定します。なんか当たる位置によってはなんかたまに確定しない時あるんですか、見れるんですか。あ、ロードですどちら様、ロード君でございます。汚い汚い、青パン使ってるそう、デイトナでねちょっとマイクやってたんで喋、はい、ることぐらいはできますけど質はどうだか。そう、 S サガですSM の S の S サガですね。さあ、いやこれは結構さすがにきついか。さあ削られてく、大キックの、あー妖精か、お前あるか、お前タッチがない、なかった。川島らしいヨガテレポーター非常でした、あれはしょうがないですね。ということで勝ったのは B チームですね、山本ネロ川島機械アデチーム、おめでとうございます。機械さん出てない、お機械さん全く一回も出ず、全く出てない本当は何で出ようとしてたんでしょうね、ガエルだったんですかね、一応マジもガエルでしょうね、ガエルですかね、はい。ロード君バーチャファイターやらないんですかと、全くやりますというか、もともと格ゲーやる人じゃないんでね私、おじゃあ優勝した B チームは写真を撮りますので、ハゲさんの前に集まってください。もう背中でいいのかな、ネロさん写真撮りますよ。機械さん面白いですねやっぱ、ね、全員おっと後ろを向くのは3名と横に2人、ダブルピースですねついてる、手がついてる。さあ今何をやってるのかは後ほどツイッターをご覧ください。そうですねニュートンのツイッターありますので、公式ツイッターで、はい、おめでとうございました。バーチャファイターって言ってもこの間、はい、あれですね、ビートライブありましたね、ビートライブカップありましたね。豊洲でしたっけ、どこでしたっけ、豊洲だっけ、有明、まあ、あっちの海の方ですよね。そうです、海の方です。なんか相当やっぱ盛り上がったみたいでらしいですね。おっと山本さん誕生日だった、おめでとうございます。50歳ですか、いやいやいやあ、違う、いやいやいや、そんな言ってない。山本さん僕と同い年だって噂があるんですけど、実は平成生まれ。じゃあほぼ50ですか、ほぼほぼ山本さんがほぼ50ではないと、あ、まだと、まだ山本、
まだ山本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 ギリ山本まだ山本ってまだ結婚する前の山本さんみたいじゃないですか。これから性変わりますみたいな。いや、わかんないですよ。チュンリーじゃなくなっちゃうのかもしれない。あー、そうですね。ギリ山本ギリ山本ってなんかコメント出てますよ。ギリ山本でした。ギリ山本そうですね、誕生日を優勝で数えたっていうのは結構いいですね。はい、本人も教えたのに優勝したことでどうやら思い出したようです。でバイソンの方がうまい説もありましたからね、さっき。バイソンすごい良かったですね。さて大会も終わったので、これからはじゃあ野試合を、とりあえず閉店時間まで、まあ、適当な時間まで流しておきますので、よかったら見といてください。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。大会終わっても実況とか、なんか雑談でもするの？なんか コテ君さっきからすごいマイクを握りたがる。あ、じゃああれだよ、今度バーサスの東大戦で喋って。え？おお、じゃあもう喋って、2回転とかみんな。あ、ネロさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。僕はあれ喋って声の裏刈りがきつすぎるって言われて。そんなの気にしてない。タコ様見られないと。気にしてないですよ、全然。あれ、コーデ君、じゃあ次喋って、そしたら。あ、でもあの場は結構教えてくれるから勉強になる。すごい。その自分の疑問を発信すると教えてくれる。さっき喋ったけど、最初実況って本当難しくって、画面に出てることを結構口にするのって実はすごい難しくて、もう喋れると思った瞬間にもう次の展開に進んでるから、すごい実はそれが難しくて。すごいですよね、ずっと喋り続けてる人すごいなって思いますね。2回転とかすごいよね。ずっと喋り続けてる人ってとりあえずね、のだめ持ってるからね。最近だとケイシンさんすごいですよね。ケイシン積極的に喋るね。しかもたまにたまにっていうか、なんか10回に 2,3 回は結構辛口な辛辣なコメントぐさっと言いますよね。言うのがね、あれはでも言った方がいい場ですよね。あれ個人的には超ツボにハマってて、またブラックケイシンに出てきた。ああやってね、言われるとすごい意識して直ったりとかあるかもしれませんから。まあ自分もね、たまにね煽るから。まあさっきのがうね君とか俺は超煽ってたからね、あれ言われてた時横からうね君見てたんですけど、ずっと笑いこらえんのに必死なままソニックやってた。意外に最初は東西戦とか大会とかって緊張して周りの音全然聞こえないんだけど、余裕を持ってこういうのに出始めると意外に実況の音が普通に耳に入ってきてて、アドバイスになってるんですよね。そう、アドバイス、そう、生アドバイスみたいな。僕は未だにちょっと今それ言われてもっていう感じになっちゃうんですよね、まだ。野試合はね、たまに実況したりするよ。あ、じゃあ喋る？コーデ君どうぞ。これ分かるけど、 DJ ガイルってこれ今ちなみにやってんのが機械さんと、はいはい、アゼ DJ ですね。アゼさん、まあこれ獣道カード、そうですね、今話題のカード。さあ、ダイキックにスライディング。あー、今のは失敗。さあ、上りダイキック。今、アゼロの試合、配信されてたよ。配信されてて、アゼロの試合。うん、そうそうそう。今ね、なんかたまにけど、やっぱりDJ ってエアスラをなんか早く出そうとするとマシンがなっちゃうね。ちょっと上入っちゃうと、やっぱり下ためから斜め上入っちゃうと、やっぱりマシンが出ちゃうのはしょうがない。そういうコマンドだから、下ため上のパンチでうわーって出ちゃうと、うわららーって。それはレバーの入れ方が悪いんじゃないの、単なる。ちょっとそれはやっぱり
DJ とガイルのあのためのためが違うでしょ。ため時間とガイルの方が回転率早いから、そのあの回転率で出そうとするとちょっとバケちゃうんじゃないかなとは思うけど。お、ロードさんがさあ、球の速いステージでエスタガを選んできた。球速い、インドで。インドの球は速いですね。だフラフラした。あ、これはさすがに飛びは間に合わない。ピョリチ垂直を警戒してタイガーと仕返して、まあ一応 S サガも今 X サガとも同じなんですけど、はい、弱体、強タイガー、中タイガー、強タイガーで確か1フレずつ隙が少なくなってるはずなんで。ああ、そうですね。あ、S サガもそうですね。なんかね、野口さんがそんなこと言ってた気がするんだよね。へえ。とりあえずあの近い間合いだったらあの小タイガーの方がいい。はいはいはい。こういう遠いところで垂直見られて、球見られて、小タイガーを垂直されると気まずいです。まあけど、下がって、下がそこまで気にしなくてもいいんじゃないですか。ああ、うん、それがあの X 下がったらともう全然違うと思うんだけど、うまいガイルにはあの遠い間合いからのグランド小タイガーは当たんないと思って打った方がいい。はいはいはい、うん、画面端背負わせた得意には初めて多分ショータイガーは生きるかなっていう。はいはいはい。自分もサガット使うわけじゃないので、まあ、これ画面端まで、まあもうこれはもうエスサガですね、さすがに。インドの球は速かった。さあ深井さんが苦い顔している。ふざけんなこのクソギャラと、球速すぎんだぞ、気持ちよく球打ち上がってと。だからそれでもインドに飛行機でわざわざ向かっていく。わざわざ球の速いインドに遠征して、エッサガと戦う。お、中外地がアパカをスマッシュで返した。中外地がアパカをスマッシュで返しました。そうですね、あれガイル側じゃなくてサガット側が中外地の真下まで来ないと勝てないですね、はいはいはい。おっと、なんかアパカだった。あ、なんか押し返してるか。そうですね、いくらエッサガといえどやはりガイル側に画面端に追い込まれると厳しいですね。タイガーにちょっと数がちょっと数が込むと切り返された時のなんか反応といいますか、なんかついタイガーにしちゃったりとか。まあ、ついてタイガー兄やんのはシノニーですけどね。あ、ついタイガー兄が。ただあのたまにあのタイガー兄化けることもあるんですよね。あー、はい、なんかありますね。あれ上まで入れたっけって言った時に。連射してるとなんかいい場合。特にあの前歩きながらグランドタイガーやろうとするとちょっと出ちゃうんですよね。あーです、はい、上まで行っちゃいますね。上までたまに行っちゃってっていうのは。あ、うねくんが来た、うねくんが来た。ここ涼しいからね、ここちょっと涼しいから、ね。さあ2クレ目だ、ロード。あー、開幕うねくん、サンダル寒くねえのかっていう。いや、外今寒いよ、10度ぐらいしかない今そう、うん、いや、終わったじゃなくて、あの4時間くらい前には君もまだ外の人間だったよ。まあ、日中はね、日中は暑かったかもね。だからこの季節ね、夜まだね、結構涼しいから寒いから。そうですね、だって明日の最高気温16度ぐらいだよ。で最低、なんかこのまま夜になると8度ぐらいまで下がるって。あー、そうそう、やばいっすね。東京は靴下持ってるでしょ、わざわざ。なんでつか今ね、コンビニで靴下とか売って、うん、普通に売ってるから。あ、ただ家近いんだったら別にここでわざわざ買う必要もないけどね、ちょっとだけ我慢すれば。さあ、だんだんガイルペースになってきた。そう、のじ合いを実況の練習だって。じゃあ次回皇帝くんが、バーサス行った場合はバイク握ってもらいましょうね。ちょっとこう
そうか、自分で2回転に自分から言えばいいよ。喋らせてくださいって。ああ、わかりました。あ、やらせてください。実はやりたかった、実はやりたかったんです。今日はケイシには喋らせませんって。さあ、時間まで自利品。今日はトコ様には喋らせませんって。さあ、靴下なんて疎通に不要。さすがのクラフキさんも、クラフ靴下は履いてた気がする。いや、私はちょっとノジアやりますんで、コウジ君、マイク頑張ってね。あ、もう帰る、あ、家遠いもんね。じゃあ、さあ、さあびっくりするよね、サンダルって。なんか、なんか、お金持ってない人なのかな、みたいなね。うん。うん、これ寝巻き、これね、歩いてね、住んでるとこだったら全然 OK だけど。徘徊してる人みたいな、そう。なんか富士そばの前とかにたむろってそうな人たちなわざわざ外で寒い外で寒いということすら認識できなかったの寒いと思わなかったよ。いや、マイクはとりあえずこれ一旦おしまいですかね。ですね。はい、じゃあ、あとのジェイ、まあ楽しんでください。さあ、機械さんがソニックぶっぱして、ぶっぱしたクレジに当たったところでおしまいでしたね。あ、区切りがつきました。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。
ったー